はい、どうもこんにちは、ゆうへいです。さて今回なんですけども、バランスボードに何分乗れるのか、これをやってみようと思います。バランスボードね、ちょっと用意しといたんですけど、これです。これに乗って何分間耐えられるか。もちろんね、今はこうやって手を使ってますけども、手を使ったりとか、あとまあこんな風にね落ちたりしたら、この足元がこうね落ちたりしたらアウトです。こう、まあこういう風にしてやっていきます。今ちょうど11時、33分なので、これはじゃあちょっきり34分になったら手を離そうと思います。あとちょっと、あと10秒ぐらい。結構ね、僕自信あるんですよね。よし、3、2、1、はい、スタート。おお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 、危ない危ない。結構自信あると言った割には不安定やんかと思われた方もいらっしゃるかと思うんですけども、おおだだだだ、ちょちょちょ、はっ、これね、精神集中が一番大切なんですよね。こうカメラに撮ってるとかって思うとダメ。呼吸を整えてバランスボードと一体になることによって長く乗っていられます。慣れてくるとね、本当に結構長く乗れるんですけどね、今僕だいぶ不安定、喋ってるからなんですよね。これね、乗れない人は全然乗れないと思うんですけどね、まあ、僕みたいに乗れちゃう人はなんぼでも乗れちゃうと。僕前にね、バランスボードに乗ってみたっていうね動画も上げてるんですけども、まあ、それもちょっとチェックしてみてもらいたいんですけどね。その時もなかなか頑張ってはいたんですけども、その時やばい、落ちる。やべ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 、おお、おお、落ちる。足の裏がつりそうになってきましたね。もうちょっとかっこよく乗ってられる予定だったんですけど、かなりいっぱいいっぱい。足の裏が痛いな、なんか変な力が入ってるのかも。これちなみにね、靴下を履いてない方がいいですね。やばい、あー落ちない。何分くらい乗ったっけ、34でしたっけ。ということは2分半ぐらい。いやいやいや、あ疲れた。結構ね自信があったんですけどね、いや下手したら1時間ぐらいは乗ってられるかなと思ってたんですけどね。でそのためにちょっとコーヒーとお水、そしてテレビのリモコン、そしてスマートフォンを用意していたんですけども、結果はまあ2分半ぐらいでしたね。いや疲れた、熱っ。ダービー予定と違いましたけども、まあ、とりあえず2分半でした、今回の結果は。またね、ちょっとこれ悔しいな、またやるかもしれません。今回は2分半ということにしときますけども、まあ、正確には後でちょっとこの時計見て時間を出しますけども、2分半は悔しい。それでさっき僕ちょっと話が途中で終わってしまったと思うんですけど、前にバランスボールに何分乗れるのかっていう動画を上げてるんですよね。その時も自信あったんですけどね、1時間ぐらい乗れちゃうんちゃうかななんて思ってたんですけど、なんだかんだ疲れるし、なんやろ、もう乗ってるだけで
もう暑くなってくるんですよね。今僕もちょっと2本ぐらい乗ってただけなんですけど、結構汗をかいてしまいました。うん、おかしいな。もうちょっとね、乗ってられる予定だったんですけども、もうちょっと鍛え直して出直してみようと思います。このバランスボードね、ちょっと紹介させてもらうと、あのペダロっていう会社のドイツのやつなんですよね。これペダロって書いてあります。んで、まあなかなかいいやつなので、もしよかったら皆さんも買ってもらえればなと思うんですけれども、下のリンクからね、買えるようにしときますので、ぜひぜひ見るだけでも見てみてください。いや、それにしても疲れた。今回の動画はこの辺で終わろうと思います。面白かったなと思われた方は高評価、全然あかんよと思われた方は低評価、そしてチャンネル登録もしてもらえたら嬉しいです。それではまた次回の動画で、バイバイ。